厚木市立病院の累積赤字額は平成29年度において57億1400万円でした。公開されている病院事業会計状況によると、平成28年度の累積赤字額は42億800万円でした。平成29年度の累積赤字額は15億増えて57億1400万円となりました。12億1162万円の異業外損失をどう減らすか、一方で現金は3億397万円しかありません。厚木市から借り入れた23億円もあります。貸借対処表に計上されている企業債のうち、厚木市が負担すると見込まれている額は86億1294万円とされています。厚木市立病院は建物も完成しました。平成30年度以降、どのような経営方針なのか、もっと言いますと、果たして危機感をお持ちなのか、お尋ねいたします。私は8月3日、文部科学省と調整して危機管理課職員と3人で文部科学省に行ってまいりました。2月議会で取り上げた文部科学省が進める ESD 持続可能な開発のための教育を厚木市地域防災計画に取り入れてほしいためであります。持続可能な開発のための教育には防災学習が入っています。9月2日に予定されていた防災訓練において、棚沢自治会は9時に集合という従来の手法から8時半にサイレンが鳴ったら家を出るに変えました。雨で中止となりましたが、こうしたクリエイティブな思考は持続可能な開発のための防災学習に合致しております。ありがたいことに、8月3日の訪問をきっかけとして文部科学省国際統括官付き専門官が8月16日、厚木市教育委員会においでくださいました。持続可能な開発のための教育について一から話していただくためであります。この日、厚木市教育委員会は20名ほど出席し、愛川町と清川村の議員も出席いたしました。平成29年3月に告示された学習指導要領には全文がつきました。キーワードは持続可能な開発のための担い手作りであります。10年前の学習指導要領にはなかった全文がついたことは重要な点であります。しかしながら、小学校における英語教育などが報道され、肝心の持続可能な社会のための担い手が報道されませんでした。そのため、新学習要領に全文がついたことがどれだけ全国的に知られているか疑問であります。また私は2008年から提案し始めましたコンピュータシステム改革の結果と今後の展望についてもお尋ねいたします。明快な答弁を期待しております。ただいま高田博史議員から災害対策について、防災デザインについて方針を問うとのお尋ねでございますが、阪神・淡路大震災や東日本大震災を契機に、防災に対するそれまでの概念や常識が覆るほどの大きな変化がありました。また今年に入り、大阪府北部地震、平成30年7月豪雨など度重なる大災害が発生し、日本各地に甚大な被害をもたらしています。このような多様化する災害に的確に対処するため、
最新の情報に基づき、さまざまな想定に沿った防災に対する組み立てや考え方に取り組んでいくことが必要であると認識しております。本市では現在地域防災計画の改定作業を進めておりますが、今後につきましても災害に強い町としてさらなる強化を図ってまいります。次に消防団について見直す点はないかとのお尋ねでございますが、消防団につきましてはなりわいの傍ら市民の皆様の安心安全を守るため昼夜を問わず献身的に火災や風水害の災害活動に当たっていただいております。このようなことから消防団に対しましては活動環境の充実を図るため安全装備品等の更新整備を計画的に進めてきたところです。今後につきましても学生消防団活動認証制度の活用などによる消防団員の確保や処遇の改善に努め地域防災力のさらなる強化に取り組んでまいります。次にコンピューターシステム改革について、これまでと今後について成果を問うとのお尋ねでございますが、平成21年度から着手いたしました情報システム最適化の一環として基幹系情報システムを全面的に見直し、平成26年1月から新システムの運用を開始いたしました。新システムは災害対策やセキュリティ対策の面で信頼性の高い施設に設置することで市民の皆様の重要な情報資産の保護や業務継続性の確保を実現し、さらには運用経費の削減も図ることができたものと認識しております。今後につきましてもさらなる市民サービスの向上を目指して常に経費を意識しながら効率的かつ効果的な情報システムの運用などを行ってまいります。以上でございます。教育行政につきましては教育長から、そして、病院事業につきましては病院事業管理者からご答弁を申し上げます。持続可能な開発のための教育について導入について方針を問うとのお尋ねでございますが、私立小中学校においては持続可能な社会の構築に向け教育活動全体を通して環境や国際理解、人権などの学習に取り組んでまいりました。今回新たに学習指導要領において全文および総則に持続可能な社会の作り手の育成が掲げられたことから各小中学校に改めてその意義を周知するとともに持続可能な社会を目指し地域社会と共同した教育活動実践がより一層充実するよう支援してまいります。以上でございます。私立病院について経営について今後の方針はとのお尋ねでございますが、経営状況につきましては平成29年12月に新病院を全面オープンし、ハードとソフトの両面を整えたことにより収益は順調に推移しております。費用につきましては医療の高度化に伴う材料費や委託料などの経費、建設や医療機器の導入に伴う企業債の償還額などが増加しており、収支状況に留意しながら運営しております。今後につきましてもこの整備された資源を十分に活用し地域の中核病院としての責務を果たしながら私立病院の基本理念である市民の皆様に信頼される医療を提供し健全経営に努めてまいります。以上です。はい、答弁ありがとうございます。厚木市立病院の累積赤字額についてお尋ねいたします。平成29年度の累積赤字額は57億1400万円でした。
累積赤字額のピークとなる年度とその赤字額をいくらと算出していますでしょうか。病院事業局長。現在、新病院ができまして、活動しているところでございますが、累積赤字額のピークといたしましては、一応ですね、29年度がピークというふうに考えてございます。まあ、今回減価償却等を除いていきますと今年度予算としては黒字というふうに考えてございますが、当面減価償却費が続きますので、失礼いたしました。減価償却費を含めますので申し訳ございません。ピークはですね、34年度というふうに考えてございます。以上でございます。すみません、ちょっと見学については今把握してございません。申し訳ございません。今高田議員。患者が診療費を払わなかった診療費未収金は平成27年度と平成28年度では件数と金額は同じくらいですが、平成29年度には倍増しています。具体的には平成28年度では件数は61件で447万円、そのうち外国籍は約108万円でした。ところが平成29年度は件数が143件で金額は約933万円、そのうち外国籍は96万円でした。これらは平成30年6月30日現在の数値であります。なぜ平成29年度には診療未収金が前年度比で倍増したのでしょうか。病院事業局長。診療費にかかる未収金の関係でございますけれども、入院をされる場合については月決めで締めまして翌月の精算という形がございます。また外来費につきましては、基本的には当日に精算をしていただくような形でございます。病院の事業会計でございますので3月31日をもって一旦締めまして、そこで決算額を出しますけれども、その後ですね、例えば3月分の請求等をするわけでございますが、そういった中で分割納付とか後からお支払いをされるということで、一旦29年度については現在は900万という形になってございます。これにつきましては逐次、滞納整理といいますか、納付を促していきますので、結果としてはですね、ほぼ400万という形で可燃度分になってございますけれども、そういった形に落ち着くのかなというふうに、思ってございます。今まだ交渉の途中でございますので、900万という形になっているというふうに考えてございます。高田議員。今私が申し上げた数字は今年の6月30日現在の数値であります。3月31日現在の数値ではありませんので誤解のないようにしてください。今の答弁はちょっと違っ私の答弁質問と違っております。質問に対する答弁と違っております。救急車による受け入れ人数についてお尋ねいたします。平成29年度において厚木市立病院の平日における受け入れは2位の 40.7% でした。1位の病院は 41.3% でしたので互角であると言えます。ところが土日祭日は 43% と減る一方で、1位の病院は 46.1% と増加しています。厚木市立病院は土日祭日においてどのような体制で受け入れの判断を何人で行っているのか疑問が湧いてまいります。ここは累積赤字額圧縮の重要ポイントであると思われますが、見解をお尋ねいたします。病院事業局長。先ほど29年度の900万のお話をさせていただきました。可燃度につきましては3年間という時効がございますけれども、その中で、順次交渉を重ね納付を促し、
た中で寄付が納付がされてございますので、今年度につきましても、まあ、6月30日という形はございますけれども、一定の日をもって、出た数字でございますので、これは、逐次、厳粛がされていくのかなというふうに考えてございます。それから、土日の救急の体制でございますけれども、平時におきましては、まあ、救急の、救急担当医がですね、2人おりまして、救急車等の要請があった場合には、そちらが直接電話を受けまして、疾患等の予測、まあ、そういったものを含めて、お受けした中で、全診療科に向けてですね、医師の方に促して、診療を進めていくという形でございます。一方土日でございますけれども、すべての医師がおるわけではなく、内科系については1人、外科系が2人、産婦人科が1人、それから小児科が1人、まあ、以上の医師で対応させていただいてございます。また昨年の28年の11月からは救急の受け入れを強化するという中で、平日の夜9時まで内科系の医師を残しまして増員をして対応しているところでございます。まあ、市立病院につきましては二次救急ということで、かなりですね、重症度の高い患者さんも来られます。現在は看護、まあ、必要度といいますが、まあ、100人の中で、まあ、33人、 33% の必要度ということで、かなり病棟においても重篤な患者さんが入ってられるというようなことがございます。先ほど言いました当直の医師がですね、病棟において急変等をした場合には、まあ、病棟の患者さんを優先させていただくというようなこともございますので、まあ、計らずもですね、お断りをさせていただいてしまうというようなケースもございます。それから土日につきましては、直接 LINE をされる、まあ、救急の患者さんもございますので、そういった方の対応も、まあ、来られた場合にはですね、しっかり、診療いたしますので、そういったことも含めますと、まあ、一時医療の患者さんも見なければいけないというところもございますので、そういった中で、まあ、図らずもですね、お断りをするケースもあるというふうに認識してございます。以上でございます。高田議員、すみません、答弁短くしてください。ちょっとエクスキューズの言い訳のような内容の答弁をしかも長くするのはちょっと勘弁願いたいです。土日になると41%だ、40%、40.7% だったものが土日祝日になると 34% に激減しているというのが、これは明確な数字であります。ここが一番の重要ポイントでありますので。内部で話し合ってください。病院事業局長。新病院も開設いたしまして、救急それから行動医療につきましては最重要課題として認識いたしております。救急車の受け入れ等につきましても毎月救急委員会等で促してございますけれども、最重要課題と考えてございますので、医師の増員も含めまして検討させていただきたいというふうに考えております。高田議員。平成29年度において、厚木市立病院ホームページをは、リニューアル委託費用として183万6千円かけたんですね。情報政策課の助言は受けたのでしょうか。病院事業局長。ホームページにつきましては、受けてございます。高田議員。小さな積み重ねで累積赤字額を減らすことができます。厚木市立病院ホームページにはサーバーレンタル代が発生しております。厚木市のホームページ上のサーバーを無料で貸してもらうことを提案いたします。いかがでしょうか。病院事業局長。相談をさせていただいた中で、検討させていただきたいと思います。高田議員。全国の公立病院において黒字に転換した事例がいくつかあります。経営と医療の分離は一つの手法であります。具体策として経営と 医療と経営が両方分かる人、できる人がいるならば情報管理は一つの方法であります。コンサルタントを入れる方法もあります。どうしますでしょうか。
病院事業局長、費用面、経費に対する内容というのは非常に難しい部分がございますけれども、今年度は原価計算等のシステムを入れるという中で、コンサルタントを今予定してございます。以上でございます。高田議員。私は言うまでもありませんが、医療病院の経営については全くの門外観であります。であったとしても今申し上げた程度のことは分かります。今後平成34年が累積赤字額のピークだということですが、このままでは80億あるいは90億にも達するかとも思われます。今後累積赤字額をどのように減らし、何年間で赤字を解消する計画でありましょうか。病院事業局長。一般的に黒字赤字という表現がございますけれども、これにつきましては先ほども申し上げましたとおり、新病院の建設によりまして年間10億円以上の減価償却費が発生しますので、純損益という形になりますと赤字というふうな形になりますけれども、これにつきましては今年度予算の中でこのノンキャッシュを除いた部分では黒字という予算を組ませていただいてございます。また35年には、減価償却費も含めた中で、純損益黒字というような形になりますので、こちらからは、累積欠損額も減っていくというふうなことで考えてございます。時期でございますけれども、今お話ししました通り、50億を超える累積欠損になりますので、もう少し長期的なところを検討していかなきゃいけませんので、まだそこについては数字は出してございません。以上でございます。高田議員。事業継続計画について、質問いたします。集中豪雨に見舞われた場合、厚木市立病院の、対策は万全でしょうか。電気設備、自家発電設備、給食室などは地下室に設置されております。厚木市立病院とハザードマップを重ね合わせると 0.5 メーターから3メーターの水深となることが想定されております。現状どのような対策をしていますでしょうか。病院事業局長。病院は新設するにあたりまして免震にいたしまして、震災等については対応ができているというような形になってございますが、合わせまして、水の関係ですね、につきましてはおおむね1メーターまでのところについては、地面より高くなってございますので対応ができているというふうに考えてございます。また給食それから電気設備につきましてはおおむね3日間は自家発電によって確保ができるというふうに考えてございます。以上でございます。高田議員。最大3メーターの水が病院に迫ってくることが想定されていますが、現状対策はできていないということでという理解という答弁でしたので、これはすぐに検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。病院事業局長。はい、病院事業局長。検討は研究をし、検討は進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。高田議員。はい、災害対策について質問を移します。危機管理課職員は8月私と一緒に文部科学省を訪問いたしました。 ESD 持続可能な開発のための教育は防災学習も含まれており、教育委員会だけが対象ではありません。今後の厚木市政に防災学習を取り入れていただきたいのですが、いかがでしょうか。市長室長。はい、
8月に機械科の職員同行させていただきましてご案内いただきましてありがとうございました。まあ、あの防災教育ということで今回あの勉強させていただいたわけでございますが、まあ、あの子どもたちだけに限らず市民の方に防災について考えていただく、まあ、今回あの ESD の考え方文科省に伺わさせていただきまして、体験や体感を重視して、参加型のアプローチすることなどあの実際にあのその実践のポイントを教えていただきましたので、それにつきましてあの有効にこの考え方を厚木市の防災計画の中に生かしてまいりたいと思います。高田議員、まあ、将来的にはですねまだちょっと先の話なんですけど総合計画にもあの、まあ、入れていただきたいなと思っております。私は5月以降防災セミナーや岩手県知事によるシンポジウム東京国際 消防防災展2018に行っております。それらの中で感じたことの一つとして災害現場と市役所や公民館などにおける情報共有が大事であるということであります。災害対策の情報共有システムをすでに導入している地方自治体もあります。厚木市の見解をお尋ねいたします。市長。市長、はい。災害対策災害の復旧はこれはあの市だけで円滑に対応ができたりまた解決ができたり、まあ、その成果を見出せるものではないと考えてございます。災害点におきましてはさまざまな機関からの発せられる情報またあの厚木市独自の情報これを関係機関と共有することが大変重要でありそれが解決につながるものと思ってございます。まあ、システムのお話でございましたので、このような情報がリアルタイムに共有できること、あのそういう作り込みがあの大事だと思ってございます。災害対策本部の運営につきましては今あの円滑に行ってございますが、さらにこういうふうな部分の視点を含めまして、災害の情報のシステムにつきましてはあの市の情報化推進計画のアクションプランで位置づけてございますので、そのスケジュールにも合わせまして今後あの研究をさせていただこうと思います。高田議員、災害対策の最前線に立つ消防団についてお尋ねいたします。消防団に関する予算について今後の方向性をお話しください。消防庁。消防団に関する予算につきましては、まあ、計画的に、特にあの東日本大震災を踏まえましてですね、安全装備品や消防資材の充実に取り組んでいるところでございます。今後の方向性というご質問でございますけれども、特にあの消防団員の処遇につきましてはですね、改革において、金額の報酬を支給しているほか、まあ、災害指導はもとよりですね、歳末火災特別警戒に伴う警備あるいはさまざまな訓練に出動した消防団に対しまして費用弁償という形で支給してございます。またあの消防団の公務災害につきましても保障条例により損害保障することと合わせましてですね、公務中公務外を問わず体に障害が残った場合あるいは万が一お亡くなりになられた場合こういった場合に災害見舞い金や遺族援護金などの支給がされる消防団員と福祉共済こういったものにも加盟するなど消防団員の福利構成に取り組んでいるところでございます。なおですね、昨日の台風もそうですけれどもご承知のように災害対応が 大規模化の傾向にございます。本市におきましてもここ数年ですね消火活動が長期に及ぶ災害が数件発生してございます。こういったことから少なからずともですね消防団員の皆様にはこれまで以上に負担がかかっているという状況も認識してございます。まあ、このようなことからですね、近隣市町村の状況や消防団の意向などこういったことを勘案しながらですね処遇改善の一つとしてしまして災害活動時間に応じた費用弁償の支給について現在検討を進めてございます。以上でございます。高田議員、防火衣が全員分ないなど
装備品、支給品が全員に渡っていない事例があるそうです。活動服は新たに消防団員になった人に引き継ぐケースもあるそうです。雨がっぱも15年ほど前のものを使っているとも聞きました。厚木市には水防団がありませんので、消防団が水防活動を担っています。しかし、水防ヘルメットは1986年製である事例もあるそうです。一度実態調査をなさってはいかがでしょうか。消防庁。はい、防火服の関係につきましてはですね、古いものもございますんで、平成26年度からですね、これまでの防火服一式、これを耐熱性や耐久性、機能性に優れた仕様にですね、変更した中で、今、全団員分の整備を計画的に進めているところでございます。また、今年度と来年度につきましては、防寒用、寒さ対策の防寒用、これをリニューアルしましてですね、これについても、今、全員団員分を更新する、している計画でございます。銀行指摘のその、カッパについてもですね、これも今順に計画を進めてございます。ヘルメットについても、今ご指摘の通り、職員も含めまして、これも耐久性の関係がございますんで、またこれも職員ともども検討して更新していくように、今、これから検討させていただきます。以上でございます。高田議員。共同安全部長にお尋ねいたします。全国的な課題である消防団員の人材、消防団の人材確保についてお尋ねします。厚木市消防団、各分団、各部における人数の基準数と充足率によると、充足率は 95.3% と高い数値であります。ただし、交代する人が見つからないために10年以上続けているという現実もあるようであります。また、基準数15人、実数は10人、充足率 66.7% といった事例もあります。そこで、自治会に依頼して一緒に人材確保をする方法も考えられます。消防団任せではなくて、人材確保の手法として一緒に消防庁、厚木消防と一緒に動かれてはいかがでしょうか。共同安全部長。はい、ですね、私ども共同安全部で、自治会連絡協議会を担当しておりますのでお答えさせていただきます。毎月1回、各地区15地区ございます地区の自治会連絡協議会の会長副会長にお集まりをいただきまして、全部で31名でございますけれども厚木市自治会連絡協議会を開催させていただいております。その中で例えば、今回消防団ということでございますけれども民生委員さんなんかもその中で、協議をさせていただきまして、ご推薦をお願いしているという状況の中でですね、消防団の団員の皆さんにつきましてもですね、自治会連絡協議会の中で、皆さんで ご検討いただいて意見をいただいた中でですね、方向を定めていくことは可能かと考えております。以上でございます。高田議員。少年消防団などの名称で小中学生を組織している地方自治体があります。近隣で言えば平塚市や海老名市、大和市でも行っています。将来の人材確保には有効かと思われます。また ESD 持続可能な開発のための教育は防災教育も含まれております。厚木市も参考にしてはいかがでしょうか。消防庁。はい、ご案内の少年消防クラブの結成、あるいは活用につきましてはですね、幼少期からの防災意識の醸成については大変、有効な手段の一つであると認識してございます。本市ではですね、この少年消防クラブという組織の手法ではなく、今、現在はですね、現在ですと、より多くのですね、子
子どもたちが実践につながる防災体験をすることで、災害時に自ら考え一歩踏み出した行動が行えるようにと、昨年度からですね、新たな試みとして夏休み消防体験教室を開催してございます。なおですね、今後体験教室への参加が増え、またですね、参加していただいた子どもたちの防火防災意識がさらに芽生えまして、少年消防クラブの結成の機運が高まるようであればですね、その時点で判断してまいりたいと考えております。高田議員。持続可能な開発のための教育について教育委員会にお尋ねいたします。この8月 ESD 持続可能な開発のための教育を担当する文部科学省国際統括官付き専門官に厚木市教育委員会に来ていただいて ESD についてレクチャーをしていただきました。いかがでしたでしょうか。学校教育部長。はい、議員のご案内の中でですね、文部科学省の方から、ESD について直接お話を伺えたことは、大変有意義であったと思っております。学習指導にも変わります。全文総則にそれが位置づけられたことの意義についても、その中で知ることができました。高田議員。2018年度から2020年度までの厚木市教育大綱はよくできていると思われます。ただし一つだけ気になる点があります。基本理念は未来を担う人づくりとあり、持続可能な開発のための教育と合致しておりますが、10項目ある基本方針にはカリキュラムマネジメントや教科等横断的な指導の充実という視点が見受けられません。このままでは従来通りの教科分断的な指導となります。新学習指導要領の前文に掲げられた持続可能な社会のための担い手作りには至らないかと思われます。文部科学省の新学習指導要領に基づき、教科等横断的な指導の充実といった視点の追加を検討してはいかがでしょうか。学校教育部長。はい、教育大綱、それから、教育委員会の方では、教育委員会の、目標が、ございます。その中で、まずはその未来を担う、人づくりというところに関して言うならば、これからの、持続可能な、社会を目指す、その担い手を作っていくという、概念において、この基本目標、あるいは大綱の中において、この ESD の理念が、十分、入っているなというふうに感じているところでございます。ただ、今お話ありましたように、教科横断的な、あるいはいろんな分野と連携しながら、教育を進めていくという観点につきましては、現在の目標の中でも、十分、その分野があると思っておりますが、改めて総則等にも掲げられたことも受けまして、その点については意識して取り組んでまいることも必要かというふうには考えております。高田議員。市内大学との連携の一環として、ESD 持続可能な開発のための教育を意識しながら実践する提案を各大学にするのはいかがでしょうか。政策部長。はい、大学と小中学校や、地域、が教育を通じて連携することは、地域社会の課題を考える上で重要かつ効果的な取り組みであると考えております。本市ではすでに小中学校や地域住民を対象とした講座の開催など、大学と小中学校や地域との連携事業については実践されており、これらの事業につきましては、大学側としても ESD の考え方に基づいた活動の一環として位置づけることができるという認識を持っておりますので、今後も各大学と学校や地域が連携を深めることができるよう支援してまいります。高田議員。小林市長にお尋ねいたします。文部科学省国際統括官付き専門官が厚木市教育委員会へ来た際、環境教育等促進法に基づく環境教育推進協議会について言及いたしました。私は2017年12月議会において、
この協議会の新設を小林市長にお尋ねいたしましたが、お答えいただけませんでした。私はこの10月、来月ですが、オーストラリア環境教育学会で学会発表をいたします。発表だけではなく論文の投稿もします。まあ、すみませんが、今のままでは事実をそのまま伝えることになります。コメントはありますでしょうか。市長、趣旨はよくずっと訴えてられますので理解をしているつもりです。じゃあそれを具体的にどう動かすかということは、これは教育委員会との調整も必要でございますので、よくそれは以前にもご質問をいただいているということでありますから、そういうことはよく詰めていきたいというふうに思います。高田議員、コンピューターシステム改革について質問を移します。私は2008年から億単位の予算の節約ができるとして、サーバーやホストコンピューターの入れ替えを促してきました。市長部局ではどのような結果となりますでしょうか。オリンピック・パラリンピック担当部長。システム開発に関する、経費の、節減というような、部分だと思うんですが、ホストコンピューターをオープン化して、5年を迎えまして、ホストコンピューターと現、オープン化した、システムの運用経費を比較しますと、5年間で、約5億8000万円の経費削減効果があったと考えております。高田議員、今後についてはいかがですか。オリンピック・パラリンピック担当部長。今後につきましては、契約が5年経過いたしまして、現契約が完了する、ここで契約を公開するような形になります。オープン化した基幹系情報システムの5年間の運営経費と、契約公開後の5年間の運営経費との比較で約5億8000万円の削減を見込んでおります。以上です。高田議員、教育委員会もサーバー等再検討委員会会議を立ち上げました。情報政策課職員が教育委員会へ移動して取り組み始めたことを見ておりました。予算が浮いた分は教員の時間確保のために公務支援システムを導入したい、あるいは小中学校にタブレットを導入したいといった意向を耳にしておりましたので、私としては今まで議会で取り上げずにそっとしておきました。しかしそろそろお尋ねいたします。教育委員会におけるコンピューターシステム改革の結果についてお話しください。教育総務部長。はい。教育委員会では今お話があったとおり、サーバー再検討会議等における検討をもとに、教育情報システムにかかる経費を平成26年度から平成29年度までの4年間で総額で1億6000万円を削減いたしました。また平成27年度に策定いたしました学校教育情報化推進実施計画に基づきまして、平成29年度には学校におきます情報通信技術の活用を推進し、児童生徒の確かな学力の育成と教職員の授業力の向上を図るため、すべての小中学校にタブレット型パソコン等を導入いたしました。加えまして、今お話もありましたが、教職員の公務にかかる時間を削減し、児童生徒と向き合う時間を増やすことなどを目的に、公務支援システムの導入をただいま進めているところでございます。以上でございます。高田議員。答弁ありがとうございました。本日の質問は以上です。ありがとうございます。